スーパードラゴンが本日3月6日にシングル「ニューライズ」をリリースし、メジャーデビューを果たした。このメジャーデビューは昨年末に開催されたイベントでサプライズ発表されたもので、およそ3ヶ月の間メンバーファンともにこの日が来るのを心待ちにしていた。2月から開催されていたリリースイベントは全国9カ所11公演を回る大きなものとなり、累計で1万5000人を動員している。本日ららぽーと豊洲で行われたイベントでは、メジャーデビューを祝うため会場へ集まったファンのためにミニライブを開催し、ライブでも人気の過去曲ラビーダロカとアンタッチャブルマックスを披露。その後、同じ竜仲間を祝うために駆けつけた竜舞による演舞も披露された。メンバーの MC では、飯島颯がメジャーリーグで活躍している大谷翔平の二刀流にかけて、スーパードラゴンとファンの二刀の竜で二刀流で行きたいと話し、改めてメジャーデビューという節目の日を迎えたファンとメンバーの喜びが会場を包んだ。さらにスーパードラゴンは春の全国ツアー、スーパードラゴンスプリングツアー2024の開催を発表し、会場のファンへ嬉しいニュースを伝えた。メジャーデビューという大きな節目を迎えたスーパードラゴンが、まさに竜のように駆け上がっていく様子に注目だ。メジャーデビューシングル「ニューライズ」発売日2024年3月6日水曜日配信、 https://lnk.2/newris 松村和也トレカ1枚封入、全9種柴崎楽バージョン、プカ-75778 封入特典、柴崎楽トレカ1枚封入、全員9種通常版、プカ-6280CD オンリー3曲入り、価格各1430円、税込み。収録曲、ニューリセゴッタキープイットゴーイングアンブレイクダウン、アンセム封入特典、トレカ2枚封入、集合3種、メンバーソロ27種合計全30種、ショップ別先着予約特典 amazon.co。 柴崎楽さん、10日曜日大阪志村レオ、古川武史、ジャン海渡り、飯島さ、伊藤壮吾、田中幸喜、池田氷馬、松村和也、柴崎楽スーパードラゴンスプリングツアー2024、2024年6月29日土曜日大阪、大阪国際交流センター大ホール、6月30日日曜日東京、東京ドームシティホール、7月15日月地区愛知、2テラに一本特殊東京市民会館ビレッジホール、7月20日土曜日千葉、市川市文化会館大ホール。詳細 https://super-dragon.jp/news/news/news7471。